どうも皆さん、おはろばんは、せつです。今回使っていく武器はスワット556に、クイックドローとファストマグとストックをつけて頑張ります。このね、スワット通称シグですね。個人的にはね、苦手武器に入ります。危なかった。この狙うのがね、地味に難しいんですよね。ですからちょっと個人的にはフラネラ武器ですね。だから今回頑張っていこう。奥にいるな。なるべくね、敵とね、距離を取って戦いたいですね。あおう、スナイパーうまい。うまいなー。あれを狙ってくる、いるのは分かっている。うおお、またさっきの人やな。すごい、追いかけてくる。オッケー、もう一人。当たらないよ。右が、違う、左が怖い。当たらん。オッケー。今回ね、あ、ちょっと、お、待って、やめて、危ない。あー、ダメか。今回ね、スカベンジャーを持ってきていないので、弾の回収ができないのでね、敵の相手のね、ちょっと装備をいただいていこうかね。貸して、スナイパーを。お、イギリス迷彩じゃないかい。かっこいいな。そこだ、よし。もう一人いるな。そこだ、よし。来るの分かってるぞ。あれ、来ない？いるな。いられてる。おお、あ、来てたな。オッケー。しっかり当てていけばね、あのキッチシー3点バーストのね、あのワントリガー、3点をキッチシー当てると、あ、ワントリガーで倒せますので、とてもね、この武器は強いっちゃ強いんですけど、ただ外すとね、きついっていうのがありますね。おお、びっくりした。足音が聞こえなかった。おらおらおら、あれ、今下の方にいた気がしたけど、気のせいか。お、右か。これタックを、このハンダ、お、これはなんだっけな、パックアパッチだったっけ。オッケー。ああ、ダメか。右の奥だな。あー、右か。やるなー。何？やばい、まくられてる。このままじゃまずいな。オッケー、みんな真ん中に集まる傾向にあるな。ちょっと、目の前にリスポーンしたんだけど。ああ、ダメか。目の前にリスポーンすると逆に焦って倒せない。うわー、いるし。ふっ、よし。ああ、無理か。うわー、後ろか。すげえ、いろんなとこから来るな。後ろが怖い。どっから来るかな。あー、強いな。
上の方が有利かと思いきや、そうでもない。おお、やるな。もう一人来るはず。来ないな。あ、ダメだ、隠れきれてない。前半調子よかったんだけどな。やっぱり難しいな、この武器は。おお。来るかな。どこに行った？いるのは分かってるんだけどね。近づくのが怖いな。うわ、マジか。ああ。よし。オッケー。前から来る。来ない。後ろかな。オッケー。あ、危なかった。あー、前から来るかな。おお、後ろか。いいぞ。いい勝負だ。オッケー。うおー。それは目立つわな。あんなとこに立ってたら。いい的だわ。違うから、オッケー。もう一人いるな。何？生きてるぞ。オッケー。危ない。よわ 逃げれない。あ、くぐれなかったな。来るか？そっちか。オッケー。あと1キル。ダメだ。カウンターが来てる。オッケー。ああ、ギリギリの勝負だったな。最後までね、ご視聴ありがとうございました。いやー、すごいギリギリの試合でしたけども、とても楽しかったです。オッケー。最後はワントリガーだね。ってことで、また次回もよろしければ見に来てください。それじゃ、またねー。